部彩乃です。今日は私がいつもダイエットの時に作っているキノコとツナの豆乳スープを作っていきたいと思います。すごく簡単で美味しいので、ぜひぜひ皆さんも作ってみてください。それではどうぞ。はい、ここからはナレーションでお伝えしていきたいと思います。ちょっと不器用で一つのことしか集中できなかった作りながら喋りながらっていうのがね、難しくてダメだった。で、最初にちょっと調理台をアルコール除菌しまして、おー、ニンニクが生きてた。で、ニンニクをみじん切りにしていきます。ね、ちょっと見てください、この髪の毛伸びたんですよ。もうすごい伸び伸び。2ヶ月以上美容室に行ってないので、ショートヘアの私も髪が結べるようになっちゃいました。もう一つ結び、これはもうロングヘアですね。で、ニンニク私めちゃくちゃ好きなんですけど、このなんだフィルムみたいな薄い皮をね、剥くのが本当に苦手なんですよ。うまくできなくて。で、手大きいからね、こんなちっちゃいのね、もう無理。もうボロボロボロってなっちゃう。あと、ゆで卵を剥くのも苦手。ゆで卵がね、ボロボロになっちゃうんですよね。もう唯一と言っていいほど、本当に苦手なもの。ゆで卵剥き。で、ニンニクを、みじん切りにしたらボウルに移して、で、次玉ねぎ切っていきます。玉ねぎね、これ1回目1つしか切らないんですけど、途中でもうちょっと入れられるんじゃないって思ってもう1つ切り始めます。なので最初の画像、量の画像、材料の画像には玉ねぎ2つって書いてるので、2つ分ぐらい入れちゃって OK です。私は具沢山がね、大好きなんですよ、何にしても。だから具沢山で作っていきます。で、これ量を絶対守らなきゃいけないとかは全くないので、もう家にある分だけでとかでも全然いいし、もうふわっと作っていただければ大体美味しくなります。コンソメのおかげで全部美味しくなるから大丈夫。なんとなく作っていただければと思います。最近ちょっと包丁の切れ味が悪くなったから、包丁研ぎがね、欲しいんです。包丁研ぎでちょっとこのニトリで買った包丁も切りやすくなるといいな。はい、では鍋が出てきました。この鍋にオリーブオイルをだいたい大さじ1ぐらいを入れて、ニンニクを最初に温めます。で、火をつける前にニンニクを入れて、はい、火をつけます。で、中火寄りの弱火で全部やっていきます。で、ニンニクって最初火にかけるじゃないですか。その時に最初ちょっと火を通りかけたなっていうところからの焦げがめちゃくちゃ早いので、あ、ちょっといい匂いがしてきたぐらいでもう次の具材をドンと入れちゃった方がいいと思います。焦げるとね、本当に一瞬でもったいなくなっちゃうので、そこの見極めが大事ですね。で、玉ねぎを今ボウルに移してますね。で、次がキノコを切っていきます。最初に切れる人はもう全部具材を切ってから作った方がいいと思うんですが、私は本当にね、ズボラ料理ばっかりするので、必要なものを必要な時に切ってます。これで何回か私いろんな料理失敗してるんですけど、治らないんですよね。だって最初に切っちゃうと物がすごい増えるじゃないですか、調理台の上に切ったものが散乱するから、それが私ちょっと嫌なんですよね。なんかなるべく物を減らしておきたいので、まあこのぐらいの大きさで大きめのみじん切りにしていきます。で、ジュージューと今玉ねぎが焼けているんですが、
ちょこちょこ動かしながら、でこれ結構火強めにすると切ってる間に私だけかもしれないけど切ってる間に火が通り過ぎて下の方を焦げちゃったりするので、結構弱火でじっくりじっくりやっていきます。で、きのこをちょんちょんちょんと入れまして、で、えのきだけ最後に入れます。なんかね、火が通りやすいらしい。で、きのこはね、3種類何でもいいんです、ね、なんなら2種類でもいいぐらい。私はこの3つが好きなので入れてるんですが、舞茸とかもすごい栄養価が高いので舞茸入れても美味しいと思います。どうかな。で、なんとなく火が通ったなと思ったらキノコを入れるんですが、もうちょっとこれ玉ねぎ入れられるんじゃないっていう顔してますね。悪い顔してた今。だからもう一個ね入れてます。もうちょいいけるわって途中で入れちゃうタイプなので、もう海苔の料理をしてますね。はい、抜いて頑張って切って、ね、最近ね私すごい皆さんにお伝えしたいことがあるんですよ。すごく大事なこと、本当に大事なことをお伝えしたいんですけど、すごいねキノコタケノコあるじゃないですか、チョコのお菓子のね、それを最近食べたんですよ。あのファミリーパックの方、両方入ってるやつがあるんですけど、その両方入ってるやつを買ってキノコをね食べたんですよ。最初タケノコばっか食べて好きだから、で、あーキノコやっぱ残るよなーと思いながらキノコをパクッと食べますと、めちゃくちゃ美味しくて、え、キノコうまってなって、キノコのさ、あのビスケット部分とあの傘の部分のチョコがあのぼっこり入ってる感じたまんねーと思ってキノコ美味しい。キノコ派いないのかな。ちょっとキノコ派の人もうちょっと頑張りましょう。何頑張るのかよくわかんないけど、たまにあの投票あるじゃないですか、あれ大体タケノコ買ってますよね。私今までタケノコ、あ、やっぱそうだよねって思ってたんですけど、ちょっと26歳にして気づいちゃった、キノコの美味しさに。キノコうまいわ。で、まあそんなこんな言ってるうちに今キノコ入れてましたね。キノコ入れて、で塩と胡椒を入れます。この時にあの下味つけとくと美味しいんですよ。結構あのちゃんと具材に味が入って、なのでね下味はすごい大事だと思う。何にしても、どんな料理にしても。でちょいちょいとやりまして、火をかけてる間にねちゃんと食器も使ったやつを洗いつつ進めていきましょう。もうこれはね本当にね、あのお鍋に入れるだけなんですよ。切って入れる、炒める、終わりみたいな料理なので本当にね楽ちんで美味しくて最高なんですよ。みんなに作ってほしい。はい、今入ります。もう一丁最後のえのきちゃん、エリンギだっけ、もうキノコの名前が覚えられない、エリンギ、エリンギかな、を最後に入れます。ドーンと、はい、入れまして、でまたちょっと火を入れていきます。でなんとなく火が通ったかなって思ったら最後にまた豆乳とか入れていくんですが、まあ火が通るまでにちょっと時間あるので洗い物をしつつ、はいハサミ壊れた。これがツナです。でライトツナフレークで水煮なんですよ。でこのオイルじゃないっていうところがポイントです。で最初にこの水をぴょぴょと切りまして、でその後
お鍋に入れていくんですが、このねイオンの缶、イオンのツナ缶なんですけど、これがプルタブがね紙なんですよ。これがめっちゃいい。あのプルタブをグイってあげるときにいつも私怖くて恐る恐るギュギュギュって開けるんですけど、これ紙だからあいぽぽってなんか伝わる？これあいって感じで開けられるんですよね。ビビらずに開けられる。で、はい、入れまして、でこれ私人様が見てないときはこれちょっと残るじゃないですか、缶の中にツナが。でそのツナがもったいないから後で豆乳を入れるときにあのツナ缶の中に豆乳ちょっと入れてフリフリって振ってで全部入れる。そしたらツナがもったいなくないか。ちょっと恥ずかしいから、はい豆乳、はい嬉しそうです、なんか、はい、よかったです。でこれもまた測ってないんですけど、だいたい900ぐらい入れてます。全然1リットル入れても大丈夫。水をちょっと入れまして、まあだいたい200ぐらい雰囲気ですね。本当にもうこんな遠くから見てると雰囲気料理してんなって思うな。でも大丈夫、美味しいから。でコンソメで味を整えまして、塩コショウも入れます。これも適量、これはねだいたい小さじ1ぐらい入れました。でこのあとぐる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 混ぜて、でねこのあとね絶対沸騰させちゃダメ。沸騰させるとなんだボコボコになるんですよ表面が。で分離しちゃう感じになって見た目もあんまりよろしくないので絶対に沸騰させない、それがポイント。それ以外守れば完璧。はい、こんな感じで出来上がりました。このあと10分ぐらい煮詰めたら完成です。はい、出来上がりました。イエーイ、あーいい匂いがする。めちゃくちゃお腹空いてたので早速いただきます。すごい具沢山なんです。豆乳がめちゃくちゃ濃厚で美味しい。で玉ねぎとか具材もみじん切りを粗めにしてるので食感が残ってて美味しいです。で豆乳が苦手な方でも豆乳を温めた時の、あの独特の豆乳臭さみたいなのがあるけど、このスープだとないんですよね。私豆乳そんなに得意じゃないんですけど、このスープだったらいけるんです。だからぜひ作ってみてほしい。燃焼スープの次はこれだ。はい、いかがだったでしょうか。簡単、美味しい、お安くできるので、ぜひ皆さんも作ってみてください。私も作ってみるよと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。